風に戸惑う弱気な僕、通りすがるあの日の影、本当は見た目以上涙もろい過去がある。止めど流るさやか水よ、消せどもゆる魔性の潮、あんなに好きな人に出会う夏は二度とない。人は誰も愛求めて闇にさまよう定め、そして風任せ On my destiny、涙枯れるまで見つめ合うと素直におしゃべりできない。津波のようなわびしさに I know 怯えてる。ふう、巡り会えた時から魔法が解けない。鏡のような夢の中で思い出はいつの日も雨、夢が終わり目覚める時、深い闇に夜明けが来る。本当は見た目以上打たれ強い僕がいる。泣き出しそうな空眺めて波に漂うカモメ、きっと夜は情け Oh sweet memory、 旅立ちを胸に人は涙見せずに大人になれない。ガラスのような恋だとは I know、 気づいてる。身も心も愛おしい、人しか見えない。張り裂けそうな胸の奥で悲しみに耐えるのはなぜ。見つめ合うと素直におしゃべりできない。津波のようなわびしさに I know 怯えてる。ふう、巡り会えた時から死ぬまで好きと言って、鏡のような夢の中で微笑みをくれたのは誰。好きなのに泣いたのはなぜ。思い出はいつの日も雨。はい、こんばんは。今夜はね、サザンオールスターズの津波を歌いました。2018年1月の30日火曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんはね。はい、今夜津波を歌いました。どうもリローさん、どうもね、こんにちはね、今日も早くてよかったね。大川さんどうもね、おまんこさんどうもね、ガシュニーさんどうもね、ひろなさんどうもね、ありがとうね、はい、はい、よかった。今日はね、津波歌いましたよ、どうもこんにちはね。さて、今日も神崎行こう、今日も扱い行きましょうね。寒い夜は神崎だ、今日も扱い行きたいと思いますね。今夜も扱い行こうか。あ、黒光さんどうもね、平さんどうもね、ね。今夜も扱い持ってきましょうか、扱い飲もうかな。いやね、もう酒飲んだからね。これまた暗さだ、多分もうだいぶ減ってきたな。これ魚の水買ってっからな。今日こうもこれこちら飲みますね。今日はイチゴ特技で、はい、イチゴ特技、こんなもんでかな、こんなもんで、あ、よし。さて、今日もガス、今日はガスバーナーでやりましょうね。
いつものおなじみガスバーナーで、やりましょうか。お疲れしました。どうもこんにちは。こんにちはね。今日も熱燗飲むよ。おなじみ激安ガスバーナーね。キャンプの時これ今度持ってこうね。今キャンプ場で使ってないんだよね。あれ、奥多摩小屋で使ったけどな、この間。奥多摩小屋。年越しの時は使ったけど、まだキャンプ場ではまだ使ってないんだ、これ。ね。これがね、このガス管を回線のつまみがね、取れちゃうのがね、面倒いね、これね。やっぱ安いからかな、これね。でこれやんないとさ、これ、回線できないからね、これ大事なんだ、これ。すね、うん。よし。まあ、こんだけだから。でも、これ気に入ってます、これ。カチャッ。じゃあ行こうか。カチャ。よし。今日までやりますよ。前回ガス出して。ちょっと使えないで。はい、じゃあ今夜も扱いします。はい、こんな感じで。使わなかった。今日は最初からライター使った。まあ、ライターがつくからね。これ手軽でいいだからね。はい。あ、これならどうもね、今日も扱い行くよ。風に戸惑う夜は、いいね、津波ね。今夜津波を歌いました。うん。どうも、あきこ。どうも、こんにちは。え？そうですね、うん。さあ、なんかあるよ、それはしょうがない。うん。ギリギリ族やんない、僕。普通にスーパーを使いますんで大丈夫よ。スーパー、コンビニの適当に使いますんで、ギリギリ族はやろうと思いません。いい感じにスーパーとかコンビニを使って、キャンプ、アウトドアを楽しみたいと思ってますんで。義球義足はさ、宗太郎さんとかさ、あの辺に、ま、任せとけば、ね。まあ普通にね、あとさ、なんだっけ、星野さんとかさ、釣りやる人に任せと、もう釣りとかやんないからさ、義球義足無理よね。釣りやんないしね。さ、そういうことで、釣りとか星野さんみたいにできればさ、義球義足可能かもしれないけど、僕はやらないからね。釣り竿すらね、餌とかつけたことないからね。だからそういうことやりません、僕は。僕のアウトドアは、コンビニとかスーパー適当に利用してやるアウトドアよ。うん、はい。さて、あ、今日の感想、今日もね、メスティンナビやろ。今日もメスティンナビやろ。ライジメスティン、でもなじみか、おなじみ豆腐、これ、よくあるこういうやつね。 150g 3つ入ってるの、これ1票使おう。まあ、豆腐1票、このまま入れちゃうね。豆腐1票、ここ豆腐1票入れて、みか豆腐1票ね、まあ、おなじみ塩じゃけ塩じゃけ、お手軽塩じゃけ塩じゃけ今日はね、この辺に塩だけ。塩だけ。この辺に、3、4、5、6、たっぷり、こんなもんでいいや。安いからね、これね。この辺もうちょっと入れよう。はい、これで先入れて、
酒でぐずぐず入れて、一人だけなんで酒作らしません。酒適当に半分ぐらいかな。塩鮭と豆腐の絹ごしね、これはね。豆腐の魚みたいなやつ、こんなもんでいいかな。半額おろしたらこれのっけよ。今日はね、これね、メスラージメスンで魚飴です。日本酒飴。もうおろそうか。ぐずぐずいってきた。またこれ取ってな。やばそう。で、これで今度は魚鍋の方を乗っけます。よし。まあ、これ置いておこうか。さっき割り箸いっぱいあるから使っちゃおうね。うん、またこれ、また使えんね。一緒にだけ。冷蔵庫に入れて。豆腐ポン酢で作ろうかな。ポン酢で豆腐ポン酢ね。さて、できるまでまず今日の扱いいこうか。扱い一杯目いきます。じゃあコップでいきます。で、いちごとくりなんで、こんにちは。じゃあいちごとくりなんでいきます。本日の一杯目。あー、いいね。寒いしこれ。こんにちは、どうも。ひろさん、スティックを見てから、どうもね。うん、今暇だからね。うん、はい、もういい感じだ。はい、乾杯。うん、2本目も乾しとこう、入れとこうか。まあ、ただ食ってもしばらく。2本目。あ、私は飲むとき、あのさ、ステンレスのカップ。あれ、カップで関してさ、グラスでそれ飲もうね、アウトドア。この間みたいにね。あのやり方いい、アウトドア。外持ってくとさ、糖質がさ、割れやすいからな。ね。今日はこれ2本の、あ、でもチョコレートあるから全部飲んじゃう、これ。半端だからね。3本目。はい、乾杯。エスティン鍋。いいね、これバーナーあるとね。気に入った。これで2000円だもんな。市販のカセット CB 版、カセットボンベ使えるしな。山行くよ。この間見てたけど、この間見たと思うけど、あれね、あれで、これで、山はこれでやってもうと。山用はこれ。外の、今んとこ使って、あ、みこし。ね。この間使ったんだよな。うん、初始終、あれ、三の塔でね。今度の日曜日、山行こうと思う。天気崩れるの木金だからさ、日曜日はさ、いい感じだからさ、あわよくね、山。今度、西武線線のさ、低山行こうと思うと、西武線線。何でいろいろ。あれ、足角あたりでさ、双子山とかさ、丸山とかさ、その辺行ってみようかなと思う。西武線線。バーナーパー届いて、やっぱバーナーパーでもう届いてたけどね、取材者、佐川急便だったんで、持ち帰っちゃった。ね、しょうがないね。シマラヤ地面業者でさ、ユニフレのバーナーパーとの M って注文してんだけど、もう今日届いてたみたいだけど、ちょうどこの、もうやっぱ今日ちょっと遅かったから、昨日よりね。うん、8時前、8時。
あ、金になっちゃったから。民間庁舎もさ、郵便貯金みたいなあれ、あれ。24日も窓口作ればいいのにね。そうさ、それに行けんだよ、そうすれば。これ運転だって必要ないしさ、もうそう思うやれ。24日間窓口あれば取りに行けるんだよ。お、魚べもいいから、紅茶。まあ、いい匂いだ、酒と紅茶か。じゃ、ポン酢で食べますね。ポン酢ちょこっと。味付けポン酢。鮭もうまそうだ。鮭ちょっと。魚べね、今日。塩鮭。うん、おう、うん、温まってる、うん、あ、ちょっと火やめようか。外の5000円ぐらいか、これ3倍 ?2 倍じゃ買えないな、これ2000円だからね。外って5000円だもんね。よく、ケンギチさん使ってんのね。あれもいいと思うけど、これ、下手したら業者によっては3倍するからね、あれね。外のこのバーナーのね。でも今度から外買おうかな。これ3つ分と思えばいいかなと思って。今度は外の3リットル買うから買う場合ね。あれ5、6000円でね。うん、この3倍ぐらいの。ね、まあひとまずこれも使うか使うかでね、本当にこれがねダメだったらね、買うと外買いようね、そのね、外のやつ、うん、あ、うまい、あ、こんにちは、内海圭がもう死んじゃったよね。うん、そうだよね、宇都宮稽古はね。あ、吉江だしね、稽古は生きてる、稽古は。まだ。稽古は半分ボケかかってまだ生きてる、稽古はね。そう。吉江が死んじゃったんだよ、吉江ね。うん。そうだよね。吉江が死んじゃったんだよ、なるしね、もうね。稽古はまだ半ボケながら生きてますね。ああ。もうこれで一回強火にして。出して、下ろしましょう。よし。じゃあ、缶酒の方、2本目いきます。下ろす直前強火覚えて。まあ、酒は甘いやろ、もう。ちっちゃいから、これさ、缶酒の方、弱火にして。毒舌ですから、どうもね。ボケてないよ、大丈夫よ。さて、豆腐行こうか、この豆腐。豆腐、お豆腐、絹ごし豆腐。ちょっと取れないかな。スプーンあった。うん。穴じゃくしがあればな、まあいいや、しょうがない。豆腐。やっぱ魚はうめえやな。まず豆腐、やっぱ絹ごしがね、やっぱ崩れちゃうよね、やっぱ、うん、これ安かったから買ったんだ。 150g のが3つで70円台だったからね、安かった買ったね、うん、そういうのは買わないけどね、うん、安かったから買ったんだ、これ大黒屋で。あともこれ鮭もちょこっと入れて、また蓋しとこうか。今日は塩鮭と豆腐の日本酒鍋、こんな感じで日本酒鍋、こんな感じ、塩鮭と豆腐ね、これをつまみながら全日本酒、ポン酢ね、
味付けはポン酢だけだ、あれ。あともっと塩弱なんでね、多少の塩分も。うん。ああ、うまい。早朝は大変だよね、なんやかんやでね。うん。なんやかんやで。うん。仕事行く前じゃ絶対延長できないもんね、延長とかね。ないね、最近はね。最近は島だからだよ。うん、島だから最近。印刷工はね、まあいつも言ってくる、印刷工は島なの。年末ね、11、12と、年度末3月ですね。2月から3月、まあ3月ぐらいかな。それ以外は結構比較的してしまうみたいだ。他の印刷工場も見たことあるけど、そうだったな、そこも。だいたいそう、年末と年度末が忙しい。そうでしょ、そりゃそうじゃん、歩こう。それはそんなの覚悟の上ですよ。覚悟の上で飲んでます。うん。うん。ああ。酒か、酒もねえや。来ないかな。だってさ、2リットルで 1.1 升か 1.8 と2リットルのパックでさ、700円前後じゃない。それ以外だったらやっぱりね、 1号のパックだけの方が安いね、値段はね。まあ合成車抜きにして、日本酒製酒っていう部類だったらね、 1.8 リットルか2リットル入りの紙パックでさ、税込み700円前後のやつ。それ以外だったらね、イチゴパックの方が安い。まあね。イチゴパック。まあ、合成じゃ当然関係ない。合成じゃもっと半値だもんな。300円台から400円、500円だもんな。もう合成じゃダメだな。星野さんみたいに飲めないよ、こう。星野さん、美味しそうにさ、前から飲んでくるね、合成じゃ。僕以前一人暮らしの初めの頃飲んだことあるけどさね。とか。あとこの間巻き貝買ったことあるけど、やっぱダメ合成酒。なんか、精子とかこうやってさ、こういうの全然違うんだ、巻き貝。ああ、僕受け付けないや、あれ合成酒。じゃあ、2本目行こうか。2本目行きまーす。2本目。でも、いただいたのは美味しく飲んだけど、いただいたやつはね。自分じゃ買わないけど、はい、2本目。はい、乾杯。今日これ半端なんで、これだけ飲んだ。ちょこっと意気込もないと思うんで。ちょっと豚から飲んじゃおう。さあ、これ魚別買ってやっぱ減りが早い、これね。ずっとこれ、日本酒鍋ずっとやってるからな。はい。最後のお酒。あるかもしんない。なかなか巡り合わないんだよね、僕ね、それね。だから。何でもかんでも一応選手で書かれてたから、僕はこれちょっとまあ大黒屋、うちのそこ、そうそう、大黒屋ね、ねっていう量販なのが、そこでね500円台だったから税込み600円しなかったのが安かった、特売で。そんな、そんな、今日全然つながるな、あれや、これ明日帰り買ってこないとな。はい、乾杯。
鬼殺しはあんま安い。鬼殺し結構有名メーカーだからあんま安いのないんだ、あれね。有名メーカー、鬼殺しは結構有名なメーカーなんだぜ。うん。麦将軍はもう飲み終わったよ、あれ。あれ、新着座の時だもんね。新着座の時に飲みきんなくて持って帰ったやつだもんね、あれね。あの時、青春2リットル飲んじゃったから、ね、飲めなかったんだ、あれ。残ったんだよな。あの時、新着座でセンター口じゃなくて、シャンプーじゃなくて。2リットル飲んだ後だったからね。うん、やっぱ、その前飲んで、ね、残った。どうもね。あ、赤樽はもう得意ないよね。相撲協会どうなのか楽しみに今ね、相撲協会がね。楽しみ、相撲協会。最近、まあ、シルドワールド賞、相撲協会のことばっかだな、あれね。春日の部屋のあれ。最近、3年前だっけ。あれ、明らかになったのね。あればっかだ、ほんと。もういいんじゃないかって感じ、蒸し返したの。まあ、でも。すごいな。まあ、しょうがないよ、相撲部屋なんてさ、高校中退するような人が行くんだもんな。そりゃ、ね、あっても当然だよね。そりゃ、柄悪いのは当たり前だ、相撲部屋なんか。高校中退するような人も行くんだもん。ね、全員がさ、貴乃花みたいに中卒で入ってんじゃないからさ、ね、高校どうしようもなくて、そこ悪くて、高校中退したようなのが結構いってっからね、だからそりゃ、相撲部屋はさ、柄が悪いならしょうがないよ。ね、あれで、ね、まあ改善それだよね、やっぱ高校中退者は受け入れないようにすればさ、多少は良くなるんじゃない、あれ、相撲のやつの世界ね、あれ。高校中退するようになったよね、最初から。相撲をやりたいなら中卒の段階で来なさいみたいにした。そうすればさ、ああいった暴力人員で減るかもしれないね。どうもね。あ、カモビ、あ、そうか、そうか。うまい、ありがとう。でも、あったらね、なかなか見ないんだよね。うん。さて、もういいかな、今度はね、もう倒伏しちゃったから。鮭の方、日本、塩鮭を全部開けちゃおうか。塩鮭、ポン酢のおろ取って。まだあるからな。鮭。これでいろいろあって、あれ、さっきのあのパックで500円だからね。あれお得なんだ、うちの近くのスーパーでさ。いろいろ、まあこういった。鮭、日本酒で煮たやつね。もう火止めようか。もう止めます。もう十分これも返してっからね。はい。今日はこれで変で。うん。うん。そうだあれね、あれ。あとあれもそうだあれ。なんだっけ、ピットコインのやつもあれ、そうだ、あれ。見たくなったもんね、やっぱりね。で、出川さんがさ、CM やってんのだ、あれね。あれがそうでしたね。あれが、事件で起きてからもう消えたもんだよね。すごかったもんね、ちょっと前のあれね。あの事件起こる前のあれ、出川さんの CM ね。あれ、YouTube とかさ、あれ、バナー広告だっけ、すごかったもんね。あんな事件起こしたから、一件ね、当然だけどね。あれ、そう、出川さんがよく出てた。あったもよく、ネットして、僕は、ね、テレビ見ないけど、ネットでよくあったもんなの、CM ね。YouTube とかでさ。見てたけどね、あれね。でも、すごいよ、あれ。社長、まだ20代だもんね。27だもんね。考えれば若いなと思っちゃった。27だよ、あれ。仮想通貨だっけ、ビットコインのあの、あれ、盗まれちゃった、あの社長。若いなと思うね。27歳か。で、若いの考えたらね。
岡田由紀は自殺して生まれたんだもんな。そうでしょ、あれ。27ってことはね。ああ、若いよね、あの人ね。うん、まあ、IT 系とかみんなどうだろうな、あれ。ビットコインのやつね、あれね。仮想通貨のあれね。まあ、本社長27だもんな。さすがベンチャーもみんな若いよね、ほんとね。あ、そうなんだ。岡田社長なんだ。みんなそうだよ、みんな。おもちに出るのはさ。あれもそうだったじゃん、あれ。あれ。なんだ、北陸の方の焼肉屋でさ、神奈川県のお店とかで食中毒で、あの焼肉屋あれ。とユッケで焼肉。あれも社長若かったもんね、あれね。そうです、あれだっけ。ユッケの食中毒の会社、あれ北立がメインでさ、神奈川県にも出店して、そこでさ、結構大量の食中毒で人死んじゃったってやつ。あれも社長若かったもんな、確かに。焼肉出荷とかっていうお店ね、あれ。で、そうでしょ、あれ。社長結構若い、30代から結構若かったよね、確か。多分僕、少なくとも45よりか若い、僕自分より若いなと思ったからな、あれ。どうも。そうだろうね。それもあるかもしれない。いや。まあ、基本的に計画当選だから当たり前と思った方がいいよ。そんなどんな場合でもさ。ね、みんなそう、操作する方もそれは考え済みでしょ。織り込み済みじゃない、あれ、そういうので。すごいよな。まあ。はあ、いい感じじゃないか。あ、そう、僕、最初なんだけど、やっぱり僕ね、安いのばっかって、その後、通常のやつね。あれは国産だからね、やっぱりね。って通常のトップバリューの方は、ね、バーリアルはさ、韓国産だけど2、30円安いからね。あればっかって、最初は出たところはさ、ああ、こんなのあるんだ買ったけどさ、その後もバーリアルばっか買ってるよ。あれ、韓国産ではバーリアルは、あれ、うまい方って思うよ、僕、バーリアルは。韓国産の発泡酒でもさ、うん、いい方だと思う、僕は、バーリアルは。バーリアルはうまい方だ。僕はそうだ、あれ。僕の感覚ではね、バーリアルは、韓国産の発泡酒の中ではいいなと思う、あれ。どうも、こんにちは。麦の助っていうのがあれまずいんだよ、あれ、ほんと。あれより全然バーギャルの方がうまい、あれ。麦の恵みはね、まあ確かにね、あれ。メーカーもんの発泡よりかは安いからね、あれね。灰色かな、灰色じゃないよ、僕は。灰色か。あのキャラって全然わかんないじゃん。あのキャラ面白い。全然見ないからか、全然わかんねえ。
で、今回のあれ、あ、連続テレビは面白いな、あれね。ワロ天下の、あの女の子ね。面白い、僕は好きよ、あれ。で、今回、今日はさ、今日の放送はさ、三枝さん、元三枝さんでしたね、あれね、今日ことね。元、今話題の不倫のおなじみの人ね。そういうあの人、桂文枝さんか。不倫がそうバレちゃってね、あれ。上方落語協会の会長を辞めるみたいだもんね、あの人ね。ですね、今日ね。しょうがない、不倫はね。ある程度、地位と名誉があってお金がある人はさ、しょうがないと思うよ、あれ。だから不倫をそんなさ、気なしちゃいけないよ、みんな。ある程度お金があって、地位とか名誉がある人はさ、そこそこの見てくれが、だったらさ、奥さん以外の女性でもそれはしょうがないと僕は思うよ。みんなそうじゃ考えたらね。桂さんなんか結構有名だもん。タレントとしても結構テレビ出てるもんな、あの人。ね、文枝さんか。ね。そりゃ、不倫しててもしょうがないよね。で、問題はあれ、不倫はあれ、あ、なんだっけあれ、上方で、ね、神戸の方に作った新しい名前とこの、なんだっけ、寄席の名前をさ、不倫相手に付け足すのが結構問題っぽいやってたね、あれね。名前の桂文枝ね、文枝ね、あの人ね。しょうがないよね。ある程度お金ある人はさ、あの人ね。不倫しょうがない。みんなそうだもん、みんな。考えたらみんなそうだよ、あれ。そんな、だから三枝さん、三枝さん、もうついつい三枝さんって言っちゃうけど、文枝なんだよね、もうあの人ね。それまだわかんないね、こう、最後のとこでね、あれね。そう。お天ちゃんがそう言ってたね、あれね。どうなるか。それまだわかんないね。リーコさんね、リーコさん。どうなるのか。じゃあ最後の一杯いきます。今日はこれでおしまい。まあ昭和9年だったら昭和9年か。ちょうど僕の親が生まれた年だ。僕のお父さんが昭和9年だもんな。8年か。昭和8年。まあ昭和一桁の方がまだいいんだよね。昭和一桁はね。一桁になるとさ、だいぶ戦争の僕なんだよね、あれ。だ昭和一桁生まれが一番大変だったみたいね、昭和一桁生まれ、うちの父親とか。だから10歳ぐらいの時でもちょうど終戦だからね、あれ。一番大変な昭和一桁の人って一番大変だったみたいね、あれ。ねえ。育ち盛りのさ、ちょうど10歳、11歳、あの頃ちょうど終戦で何もない頃だったからね。だってどうなる、これがどの辺までやるのかね。どうも。山越しやろうってことね。そのまま投げよう。いい感じでしょ。意識して。胸 毛とコップ酒ってやつ。かっちゃんの胸毛とコップ酒かっこいいでしょ、ほら。胸毛をちらつかせながら。いいでしょ。かっこいいでしょ。誰も吸ってくれない乳首。誰も吸ってくれないな、僕の乳首は。かね、寂しい乳首だ、ほんと。誰も吸ってくれない乳首。自分で吸えないやな、小さいから。
誰も吸ってくれないんだ、この乳首は。吸えない、自分じゃね、届かないね。でもケンタッキーはお金かかるからね、なかなかできないんだ。最後。傷はないよ、ないよ。胸の場所じゃない、乳首の場所。男の胸がここにあるよっていう場所かもしれないね。うん、胸のある場所をさ、分かりやすくするためじゃない、うん、ああ、分かった。じゃあ最後これ飲んでおしまい。うん。ああ。今日はね、豆腐と塩鮭の魚目でした。うん、ああ、だめ。分かった。今日の酒はいつもの酒よ、いつもの。いつものクラソナリでした。もう空っぽだけどね。クラソナリ最後。このパックだけ最後です。これが最後。うん、黒彦さん可愛いもんね、見た感じね。うん、黒彦さんだったら女の子でもいいかもしんないね。可愛いもんね、あの子ね。可愛いもん見た感じ、入れたくなっちゃうもんね。黒彦さんだったら可愛いから。今日お酒おしまい。さて、この汁最後飲んでおしよう。魚目の汁飲んでおしまい、今日も。やっぱいい汁、いいね、これ。味がいいね、これね。日本酒でさ、塩鮭みたいなやつだからな、うまいな、これ。おい、今日はこの辺で、ね、これ飲んでおしまい、今日はね。ああ、大丈夫だったよ、大丈夫よ。うん、いつも通りよ。どうせいつか死ぬんだから。まあ、ライチメスティンはいいな、これな。ダイソーで100円のフライパンもう売ってないもんね。100円の丸いフライパンね、今ダイソー行ってもさ、3、400円になってさ、ちょっと見てくれ、いい感じのしかないんだもん今。あれが辛いね今ね。100円のフライパン丸良かったのにな。今はさ、100円じゃなくて300円ぐらいになってさ、ちょっといい感じのフライパンしかないんだ今、ダイソー行ってもさ。
町田ダイソーないからさ、ね、ちょっと歩くんだよね。北千住の方とかも。あんまないよね、以前の100円のフライパン。あれ今辛いよな、ほんと。アウトドア使う場合はさ、あれ100円のフライパンがちょうどよかったんだよ、ほんと。ダイソー今100円のシーンな、減ってもんな、ほんと。はい、おいしくいたしました。どうも。ああ、もうあったダイソーね。じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。もう酒も飲んだしね、重かった。じゃあまた明日もね、仕事から帰宅時代ね。おやすみなさい。あ、ストームクッカー使わないとね。でも、うん、そうだね、うん、じゃあ今日はこの辺でおやすみ。また明日ありがとうね。A さんもどうもね。また明日も仕事から帰宅しながらやるからね。おやすみなさい。ではまた。また。じゃあスティックを終了します。まあ YouTube ライブももう終わりました。じゃあスティックもまたね。ジローさんありがとうね。おやすみね。じゃあまた。